鎌倉時代後期から南北朝時代にかけての苦行。関白、この池平の子。関位は、11位、関白、左大臣。この池八大当主。郷にあと、井の熊関白、堀川関白など、重定期継ぐとの家門争いに敗れ、南朝に仕えた。昭和3年11月に、13位、現行4年4月に23歳で、右大臣に上り、 原徳2年1月には、左大臣、高塚佐藤京を越えて、関白と富士長者とを兼ねた。この異例の抜擢は、慶中が、五代醐天皇から侵入を受けていたことによるが、わずか7ヶ月で辞任に追い込まれ、代わりに内乱戦時を受けた。その背景には、抗議の意味で自定にこもった冬京に対する排除に、加えて、五代醐天皇は、 関白とは別に2名の内乱を設置して、これを補佐させる意図があり、九条坊美、高津笠冬平の死去によって内乱が全関白二条、道平のみとなったために、慶中、東京を相次いで関白に任じることで、関白を含めた内乱三人制の維持を図ったと、されている。もともと慶中の祖父、家元には2人の子がおり、数とは高津笠家出身のかけがんだ長男の家平で、 もう一人は、亀山天皇の御子が生んだ、次男行平らであった。家元の没後、二人は、どちらが、この家の着流かをめぐって対立し、その争いは、それぞれの息子の代に受け継がれ、慶中は、京平らの子、元氏と激しく争っていた。特に元氏は、五代醐天皇の御子を妻にしており、強力な対立相手のはずであった。だが、慶中は、県務政権下において、 再び天皇から徴用され、兼務元年2月右大臣、藤市長者に服し、同2年11月左大臣へと昇進する。延元元年8月、足利高氏の入教に伴って、寿明院党の孔明天皇が擁立された際には、再び関白宣言を受けた。しかし、後大醐が京都を脱して、吉野に先行すると、天皇への求恩から、吉野朝廷への参詞を決意。 職を辞するも当然認められなかった。ついに延元2年4月、京都を出本して南朝へ赴いた。これに激怒した北朝側は、慶中の関白職を解いて、元氏をその公認とし、この教科、冬美は昇進停止となった。南朝では、左大臣の任にあったものの、志を得なかったのか、広告2年京都に戻っている。しかし、 ここにおいても礼遇されたらしく、名や一境、所領二箇所を受領したたは、正体なきありさまであったため、藤市長者の立場を利用し、関東の小山市、小田市に呼びかけて、藤市一期を企て、自ら天下の剣を取らんとしたという。この一件については、慶中が北朝との和睦工作を進めるにあたって、障害となる主戦派の北畑地下ふさを排除する、動きとの見方がある。 一気の計画が頓挫した後も京都に泊まったと思われ、昌平一党の檻に若門を安堵されて、この枝に入っている。しかし、間もなく一党が破綻すると追放され、南朝の安宮があるかなせに赴いたのであろう。昌平七年八月十二日に出家、翌日水死のために皇居。去年五十一。直線和歌集には、計算種が日集しているが、その内訳は、 俗語集違和歌集、新衆違和歌集、新族古今和歌集に各一種である。日付イコール旧歴。ありがとうございます。